数々のスタープレイヤーを輩出したエアーグループクラブアート。クラブアートの中心を担うこの2人、支配人刹那、七瀬。今勢いを見せる2人の遺跡をテーマにした対談企画。やっぱアートで正解だったってことなんだ。正解で。七瀬はさ、ホストやる前、そもそもホストやる前何してたの？ホストやる前は美容師を。美容師がやってました。美容師何年ぐらいさ？美容師、合計で4年ぐらい。ああ、結構やってるの。でもそもそも、そのイメージはどうだったの？そのホストやる前の、その美容師やってる時のホストに対するイメージみたいな。顔がかっこよくて、喋れてお酒飲めたら、たくさん稼げるなみたいなイメージ、もう世間通りのみたいなね。全然そういうの詳しいというか、なんか全くなかったの？そのホストをやる前からホストに対する、なんだろう、こう知識とか、なんかこう YouTube 見たりとかさ。あんまり見てなかったですね、正直。あ、俺も全くなんか見ないで、とりあえずやってみてみたいなさ。あ、でも結構さ、やっぱホストやる前の人、ホスト TV 見てたりとかね、やっぱ、はい、多いです。って人多いなと思う。俺は逆にもう何も知らん状態でソウルも入ってきたから、でも本当に世間通りのイメージ、ちょっと悪いイメージって感じか、どっちかさ、うん、今はさ、ある程度やっぱホストに対するイメージとかさ、ちょっとやっぱ変わってきてるじゃん。そういう SNS ないからどういう雰囲気かもさ、こう分からんかったから、ちょっと俺もね、やっぱ悪いイメージを持って最初始めたから、まあ、入ってみたらね、もう全然そんなことないっていう。ないですね。ところだったと思うけど、でもそのかっこよくてさ、飲めて話したらこう稼げるなみたいなイメージがあったわけだ。はい。そもそもでも七瀬お酒飲めんくね？飲めないですね。飲めないけど、でもこう実際さ、やってみてさ、そのどうなの？いや、最初はやっぱり正直、やっぱみんなお酒飲むんで、うん、しんどいなってのはあったんですけど、なんか早く売れないとなみたいなのが強かった。逆にそれをこうモチベにしてね、正直、うん、そのまだ2000万とか売ったことはないんですけど、ある程度まではすぐ行かないといけないなみたいなのが最初は強かったっす、ね。具合行ったらまあ多少はこう認められてくるじゃん、はい、までは結構早かったの、初めてから。いや、どうなんですかね。ここが今3店舗目なんですけど、うん、2店舗目の時は多分全然半年ぐらいかかったかな。店舗目の時は割とすぐみたいな。なんか副業でやってたんで。あ、そんなに最初はね、全然本当に月何回かぐらいしか行ってなかったんで、正直。でも全然アート入ってからの方がもう全然上がってる。そうですね、入ってからの方が。アート入ってから割とね、すぐ上がったもんね。3ヶ月かかない、3ヶ月ぐらい、ちょうど3ヶ月ぐらいか、はい、ぐらいで上がったもんね、はい。じゃあやっぱアートで正解だったってことなんで。正解で。なんせ今アートが3店舗目なんだもんね、はい。最初 1店舗目からさ、まず移籍しようと思ったのはなんかこう理由あったんですか？ちょうどちょっとその歩合っていうか、ある程度の売り上げに1店舗目で行ってる時に、個人店だったんで、ちょっと小さい店舗だったんで、ちょっと大きいグループに挑戦しようと思って、その時になんか言われたことが、なんか副業でずっとやってたら多分一生売れないよって言われたんで、あ、じゃあ腹くくってホスト1本で新しい大きいグループでちょっとやってみようと思って、1店舗目はやめたっすね。で、それで2店舗目行って、はい、でそこからまたこうアートにね、移籍してくれてきたわけじゃん、はい。そこもやっぱこうきっかけあったの？朝ホスって言って、朝にホストをやってた、朝6時からやってたんですけど、なんか夜1回目やったことがなかったんで、夜のホストなんで、なんだろう、じゃあこれから長いホストの人生で
なんかちょっと絶対早めに経験したいなって思ってて、そのタイミングでちょうど辞める子が多く何人かポンポンポンって辞めちゃったんで、それで一緒に辞めて探し始めてアートに決まったって感じですね。そうだね、最初2部だとね、まあ、2部ももちろん2部の良さはねあると思うけど、まあ、どっちかって言ったらやっぱり今はさ、やっぱさすがに1部の方がね、まあ、強いわけじゃん、言っちゃえば圧倒的に本気でねプレイヤーでやるってなったら、まあ、やっぱ1部かなってはまあなっちゃうね、やっぱね2部やったら。俺もそもそもその個人店だったから、俺もやっぱ個人店でずっとやってたけど、やっぱねホストやるなら大手でね、俺もそれ大学辞めて一本でやろうと思ったからさ、それで大手探してアート見て、まあいいなと思って入ったから、まあ多分同じ感じだと思う、流れ的には。それでさ、あれアート入る前にさ、まあ、違うグループにいたわけやん、そもそも、はい、その時はこうエアグループに対してさ、どういうイメージ持ってたの？イケメン多いなみたいなイメージ、まあ、職業イケメンってやってる分、うん、やっぱりかっこいい人が多いなっていうイメージだったんで、なんか自分が入って埋もれるの嫌だし、なんだろう、入りづらいっていうのはすごいあったっすね、正直。まあ、やっぱみんな思うよね、そういうの。思うっすね。やっぱ、まあ、一番のイメージとしてはね、こうイケメン多いっていうやっぱイメージはね、一番あると思うよ。職業イケメンってキャッチフレーズはやっぱもう歌舞伎というかね、ホスト業界で一番強いキャッチフレーズじゃん、絶対。多分一生そこに勝てるキャッチフレーズはね、多分二度と生まれないだろうか、今後のホスト業界的にね、今後何十年業界続いても多分ね、それは最強だなってずっとね思うんだけど、俺もやっぱなんだろうな、俺の中ではやっぱそもそもエアグループって選択肢がね一番なかったよね、俺も。なんか正直他のグループのつもりでいたんだけど、でもたまたまなんか俺もさ縁があって、こうエアグループ見ようよというか、こうなんか誘ってくれた人がいてさ、まあ、せっかくだったら見てみようっていう気持ちで見てみたら、意外となんかそんな硬い感じがなかったなみたいな。やっぱめっちゃ硬いイメージだったよね、もこう実際見てみたらね、全然そんなことないというか、ね、むしろなんか親しみやすい人ばっかでって思ったから俺も入ったんだけど、でもやっぱそういうイメージは絶対やっぱ持たれてるよね。 今はさ、俺ら働いてるからさ、全然なんかもっと気軽に来たらいいのにって思うじゃん、でも多分他のグループの人たちって多分こうエアグループってかっこいい人いいから、自分じゃなんか送り取れないしというかさ、漏れちゃうしみたいな思いの人多分多いと思うけど、絶対働いてみたらそんなことないなって、まあ 今ならね言えるなと思う。トラさ、やっぱ俺も同じようにこうエアグループに対してはさ、そういうイメージはあったんだけど、はい、ナナセはそのイメージがあったのに、なんでこうエアグループにしたの？2人で退入回ってたんですけど、うん、でその子がエアグループのアートを見たいって言って、うん、それで退入来た時に、なんか自分の中ではある程度その前のグループの違う店舗でっていうのは結構決めたいって、ああ、ね、正直で、まあ、行きたいって言うからついていこうって思って、うん、ついていった時にそのもう一人の方がすぐ決めちゃったからそれでなんだろう、まあ、一番最初ってやっぱり知ってる人がいるのが絶対いいじゃないですか、うん、ね、正直だからなんかあーって思ったけど、まあ、正直場所関係ないなって思ってたのもあるんで、まあね、あ、じゃあもういいやって言って、まあ、ノリみたいな感じですね、うん、でも正直で入って流れでって感じです、うん、でも入ってみたら意外と良かったなって、はい。でもそれでさ、実際アート入ってみて、はい、こうアート入っていいなって思うところとかさ、働いてて良かったなみたいな、はい、思うところって何ある？路面店ってのがあって、初回、まあ、指名が決まってない新規のお客様が入るのが多いっていうのと、うん、売り上げがみんな本当に平均的に高いと思ってるんで、うん、じゃあ2、300売ったからって言って満足できないみたいな、うん、2、300売ったらじゃあ4、500売ったらないととか、満足できない環境がある
っていうのはすごいいいなとは思います、うん、僕は。そうですね、そこは結構もう強みというかね、はい、アートのまずもう路面店ってね、もう歌舞伎町の中でももう路面で出すお店っても限りがあるわけで、どうしてもね、はい、この規模の路面店のお店、多分歌舞伎町でも本当にもう何個あと1個あるかないかぐらいのねレベルだと思うから、やっぱ路面店って本当にやっぱ強いなと思ってて、まずやっぱもう箱がね何より本当にうわもう歌舞伎町でもトップクラスに、ね、絶対いいなと思うから、もう俺的にはもうなんかこんだけの、ね、箱あるからもうあとはもう自分次第だよねっていう感じだよね。もうこんだけすげえ箱があって初回も入ってアートっていう名前も強くてってなったら、もうあとはもう本当自分次第だなって思うのと、まあ、あとやっぱナンバーがこう毎月変わるなっていうのはいいよね。なんかこう結構さ、ホストクラブあるあるというかさ、大体なんかもうこの人たちだよねみたいなさ、なると なんていうんだろうね、まあ、そこにも負けずに頑張れようとは思うけどさ、どうしても人間だからさ、もう例えばナンバー1からさナンバー5までもうなんか毎月同じ人がさ固定になってくるとさ、ちょっとなんかまあどうせあの人だよねみたいなやっぱ思っちゃうじゃん。そこでマジで強いやつはそこ抜いてやろうと思えるけどさ、やっぱそこまで思える人、まあ、なかなか難しいだろうし、でもアートって本当にナンバー10までさ、本当に毎月毎月ね結構変化があって、ずっとナンバーみたいな人がいないしね、ずっとナンバー入ってるっていうのも毎月本当変わるから、逆に言えばいつでもねチャンスがあるというか、いくらでも自分がいつでもナンバー上がれるチャンスもあるし、やっぱそこはこう変にマンネリしないっていう意味で、そこはやっぱすごいいいよね。ストレスは全然ないですね。毎日出勤してて苦じゃないし、なんか日々成長できてるっていう感じはあるんで、そこが一番大事よな。もうなんか数字上がりやすい、まあ正直数字なんてもうさ自分次第